皆さん、こんにちは。令和元年会社法改正解説講座第10回は社外取締役の設置義務を扱います。まずは概要です。一定の株式会社は社外取締役を置かなければならなくなりました。続いて趣旨です。我が国の資本市場が信頼される環境を整備し、上場会社などについては社外取締役による 業務執行者から独立した立場からの会社経営の監督が保証されているというメッセージを内外に発信するため、上場会社などについて社外取締役の設置を義務づけることとされました。では、社外取締役の設置義務が課せられるのはどのような会社なのか。関西役会設置会社で、公開会社で、大会社である会社です。ただし、 監査役会を任意に置いている会社については、特に社外取締役の設置義務を課す必要はないと考えられますし、また、不特定多数の株主が存在し得る会社について社外取締役の設置義務を課すのが相当であると考えられるため、この部分です。有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものに限定されています。第10回の内容は以上です。今回はかなり短い動画となってしまいました。 長く続いた役員などに関する改正も一旦今回で終了です。今回もお疲れ様でした。